はい、というわけでね、リッチドッグチャンネル第4弾やってきましたよ。ちょっとね、あの若干山中のうんこ待ちで始まるの遅れましたけど。お前どういうスタートしてんのお前。でもあれですよ、また今回はね、釣りに挑戦しようと。今回も、ね、第1弾の時にちょっと隅田川で釣りして、はい、ちょっとまあいろいろダメでやりましたね。最後結局ね、あのジャガイモとか、はい、玉ねぎしか釣れなかったから また釣れたって言ってんのそれ。今回こそ釣ろうと、うん、で今回来たのはまあちょっと見てもらって分かったと思うんですけど、はい、お台場ですよ。はい、すごいね。ここでちょっとお台場ですよ。もういっぱい人がいるだから、ね、ここフジテレビでね、釣りさん持ってるの俺らだけだからちょっと浮いてますけどね。いやほんまやで、今日釣ったお台場で釣った魚だけでまた今回こそこれを。いやお前でも前のところよりは現実味ありますよ、うん、そうだね。今から海で東京湾でやるからね、東京湾、うん、今回こそ釣ろう。今日は俺イクラ釣っちゃおうかな。イクラはお腹の中にあるもんやから。味噌釣っちゃいますか。お前もうちょっと豪華なもん釣れや。お前山中が出した味噌で俺が出した味噌って結果なんやねんそれ。まあというわけでこれねあれやるんだね。今日こそまあまずは最初の1匹を釣ろう。まず最初の1匹釣るのと、はい、カレーは作らない。当たり前やん。釣り道具壊れても黙らない。これで目標でいこう。それあれやな、前回の全部の反省やな。これ、うん、でいこう。今日は本当東京湾やから、うん、とにかく1匹目釣ろう、はい、よし。じゃあ第4弾じゃあスタートしましょうか。はい、はい、やってきましたね。よっしゃ、いいね。今回はみんな準備も手慣れて、うん、前回の倍以上短縮できたね。これから俺は釣り芸人としていくから、うん、今回こそ最初に一匹絶対釣ろう。おお、天気もね味方してきましたよ。なんか天に味方されてる。今日はもう釣れないわけねえ気がする。なんか起きる気がします、ね、昼まで雨降ってたからね本当はね。そうそう、なんか意地でも晴れたみたいな感じ。クジラが釣れるかもしれない。いいね。さあ折れるわ、ね、看板に潮吹くクジラが潮吹くだからな。ほんま何を言うてんのあんたらは。さっきヤバい魚も釣れるから気をつけてねみたいな。ああ、看板でちょっとね、ヤバい魚釣れたら食べないようにって言ったんで、うん、まあでもなんか山中曰く俺当たったことないねんって食べ物でな、うん、山中食べた4時間後に俺ら食べよう。その4時間何してんの。桃鉄だよ。おいなんかしろや。よし、じゃあ早速餌つけて。じゃあ餌つけからいく。じゃあ餌つけようか。おなじみの、はい、恒例の餌つけタイム。そう、さあみんな餌頼むよ。はい、これ、あの、はい、佐藤くん、はい、はい、あ、ありがとうございます。おぉ、ちょっと、佐藤くん、もうそのくだり前回やったから違う、はい、ちょっと、もうええええね、気持ち悪い、気持ち悪い。来てまいやった。じゃあ、俺そう、前回打てない方つけてるとこ見せてないからね。ちょっと、手慣れたところをちょっと、リッチドッグファンに。佐藤くん、これちょっと危ねえ。こいつらは真っ黒いね。黒いっすね。よし、みんなつけて、とっとと釣って、とっとと帰って、海鮮丼食べようぜ。さっきのな。はい、なんか今日明るいから余計にキモいっすね、こっちが。いやでもなんか天に味方されてる気がして、もう今日釣れないわけねえと。おー、暴れとる暴れとる。めっちゃ暴れてるやん、うねうねしてるやん。いいね。俺は今日はその餌じゃないからな。山中がちょっとなんか抜け抜けして自分の。そう、俺ちょっとこういう、うん、ね、山中だけなんかちょっと特別な。なんだそれ。これでやるから俺普通のやつじゃみんなと勝負できへんって言って。俺、何や俺。負け認めんの。俺自分だけめっちゃ金使ったみたいになってね。そうそうそう。よし、じゃあ佐藤君も取ってあげる。俺もういけるよ。え、もうつけた。もうつけた。じゃあ1投目投げるとき言ってじゃん。じゃあ俺。うわー、来た、出た。よし、みんな頑張れよ。だからもう気持ち悪がる、あれはもう前回取れたから。そうだな。うん、もうすんなりつけよう。ね、よっしゃ、俺じゃあ行くぞ。俺を殺す。じゃあ、リッチドッグチャンネル第4弾の釣り企画。in お台場ですね。よし、絶対今日釣るぞ。じゃあ1投目行きましょうか。じゃあちょっと、投げる瞬間。山中クオリティにはしないからな。まあ、あれめっちゃ受けてたよね、前回。はい、1投目です。うん、どこや。はい。うん、よし、じゃあちょっと釣れるまで待っててね。スケ君のその姿勢前回も見たよそれ。スケ、お、おし、じゃあスケ君の1投目行こう。スケ今日は黙るなよ。うん、あの声小さくてもちゃんと字幕入れるから、うんうん、さあスケ君行こうか。あのあれビールのやつをあぶし、はい、じゃあ佐藤くん。やったら硬いっすか。
これでいいのかな。あとはこのまま外れないの。お、じゃあスケ君行こう。はい、いいな、楽しそう。俺も早く超近くだいいね、なんか楽しそうやな。楽しそうですね。ここでな、ちょっと今日はあとは佐藤君やね。ちょっと待って、今のところ順調やで。佐藤君、うんこしてたんだから早くさいやいやいや、やべえ、鳥すげえ。鳥、あ、すごいね。こういう景色を見ながらいいね、お台場通ですね。これ夜になるともっと綺麗だろうから。うん、なんか早く佐藤君やってくれないと思う。行きましょう。じゃあ、はい、このみんなのテンション高さが2時間後も続いてりゃいい。それですよね。ね、誰が持ってるか分かるからね、これね。一匹目釣った人の相当タレント性あるもんね。いいね、なんかお台場でカメラ回してると本当観光に来てるみたいよね。行っちゃってよろしいでしょうか。行こう。じゃあ佐藤くんの一投目で、はい、今回ちょっとね、俺ちょっとあの遠くにやってみる。いいよ、近っ。佐藤くん、今の気持ちを一言。気持ちいいっす。すみません、何も出ない。ただの感想やないか、それ。じゃあ今度俺やろうかな。じゃあ一回カメラ止めて。ああ、来た来た、切れた。なんやねん、今の無駄やお時間。すわ、やばいやばい。いいよ、でもこれいい、超しなってるでしょ。やばいやばい、折れる折れる。いいえ、ほんとかこれ。これ怪しいな、なんか引っかかってんじゃねえのか。やばいやばい、サメっすわ。サメサメ、ほんとに。あ、お台場とか叫んでるの。ちょっと重たい。折れる折れる。いや、え、何、薪を回す、薪を。負けない負けない、サメだから。ほら、あ、これもし引っかかってんじゃねえか。これ根掛かりパターンじゃないですか。ちょっともう MC2 人で、マジサメ来てる。2人で笑いやってみてくださいあー、もう投げ出したい。投げ出しゃいいでしょ、もう。あ、これ大丈夫、もう人終わる。言ってもらえよかったらどうして。あ、見えます、ほら。これどうしよう、どうしよう。ちょ、早く。ね、早く何よ。とりあえず、左右に思いっきりグリル振ってみ。これ、やばいわ。これもう、半端ないの来てる。おっと、お、取れた。取れた。プチンパターン、それともいい感じに取れたパターン。うわ、え？今すっげえ顔して帰ってくる。いや、餌食われてねえじゃん。お前ドヤ顔されたんだよ。いや、魚のドヤ顔知らん。サメに。いや、サメいないでしょ。やっぱ いるわ。いるらしいっす、サメが。サメがいるらしいんで、落ちないように気をつけてください。キャビア、キャビア作れる。何でも食い物に関連付けますね。キャビア飛んでいこうか。いや、なんかスケ君がなんか釣れたんやって。おい、ついに。あ、もう今回目立ってるね。ついに第1号が釣れました、ね。いや、ほんまに、はい、ほんまに。なんかじゃあ海鮮丼なんか使えるってわけね。海鮮丼にこれ間違いなく使えますわ。おお、いきますよ。